5日の大会は落合総合公園のサッカー場で開かれ、真庭市内のスポーツ少年団やクラブチームの10団体から合わせて18チームの子どもたちが参加しました。開会式では大会を主催した株式会社ステイゴールドの代表取締役月澤義郎さんが、勝ちにこだわった大会です、試合では力いっぱいのプレーを見せてくださいと子どもたちに声をかけました。このあと木山スポーツ少年団の主将布野博人君が選手宣誓しました。サッカーができることに感謝して、最後まで戦い抜くことを誓います。マニワ保健事務所杯サッカー大会は、小学生の中でもレギュラーとしてあまり試合に出る機会のない1年生から4年生までを対象とした大会です。毎年この時期に開かれていて、今年で5回目を迎えています。試合は1チーム6人制で4つのコートに分かれて行われました。3年生と4年生の中学年の部はブロック戦の後、トーナメントで優勝を争い、1年生と2年生の低学年の部は順位をつけない交流戦を楽しみました。子どもたちは試合を見ているお父さん、お母さんから送られる温かい声援や拍手を受けて元気な姿を見せていました。またこの大会は他の大会とは一味違うお祭りのような大会を目指していて、ゴールに取り付けた的に蹴ったボールを当てるキックターゲットのコーナーや、かき氷や唐揚げなどの屋台コーナーが設けられ、試合の合間に子どもたちが楽しんでいました。この日は青空が広がり、夏のような暑さとなりましたが、その暑さを忘れさせるかのようにどのコートからも終始元気な掛け声が響いていました。なお大会の結果はご覧の通りです。